金魚花台は、鈴木木鈴木ハタ畑花屋カに属する魚の一種。性転換することが知られている。沿岸の岩礁やサンゴ礁に住む。姿勢線熟死誘導体で、生まれた時はすべてメスであるが、成長するとオスに、性転換する。主に動物プランクトンを食べる。本種の捕食者は、ハタカハタタカ、ユカタハタ族のバーミリオンシーバス。太平洋から、 インド洋の温暖な海域に生息する。太平洋では日本やオーストラリア。インド洋では航海を含むがペルシア湾やオマーン湾は含まない。メスは最大7センチメートル。オスは最大15センチメートル。体型は長大円形。体色は鮮やかな赤大大色。おひれの上下が後方に長く伸びる。オスは背びれの第三棘が。 糸状に伸び背びれと尻びれの端が暗色。食用になるが、雑魚扱いされる。美しいため観賞魚として飼育される。別名、海金魚、金魚花台。金魚花イや、海金魚の名は金魚に似ていることから。英語では日本語と同様の意味で、シーゴールディというが、スケールフィニアンシや、ダイアテールコリルフィッシュ、ダイアテールアンサイアスなどとも呼ばれる。また、単に、 ゴールドフィッシュとも言う。アンサヤスやアンシアは花台という意味で、ゴリルフィッシュは産後礁に住む魚という意味、スケールフィンは鱗のヒレという意、ダイヤテールは縦ごとのような尾という意味、尾が縦ごとのようになっている。オスの個体、ダハブ、ありがとうございます。